こんばんは、速稼塾の久保です。今回の億万長者合宿のテーマは、結局どうしたいのかってことで、私もね、合わせましょうか。で、私はですね、40歳になった時に、とりあえず1億円ね、1億円欲しいなと思ったんですよ。いろいろありましたけども。で、果たしてね、たった一人で、本当にパソコン1台で、多少のパソコン以外の作業はあるにしてもね、1億円との作るのに、一体どのぐらいかかるのかなと思ったんですよ。私は年収1000万っていうのはそんなに難しくなくいけると思ったんですよね。で、年収1000万を10年やると、1億円になるじゃないですか。でも私はね、10年かけるんだったら平凡だなと思ったんですよ。そして40歳からなんで、10年かけていたら人生がなくなると思ったんですよね。ですんで、大体3年ぐらいで1億円、年間3000万とか4000万は目安でつけたいなぁと。ですから年収1000万は平凡な人が行くレベルだと思います。今でも思いますんで、本当にね、これ年収1000万って平凡な人が行くレベルですよ。いや、自分には無理だと。自分は平凡以下だと思ってる人が平凡な人です。これについてはまた別の話でね、伝えておりますけども、自分の、なんですかね、お金を稼ぐことごときは、そんなにね、難しく考えなくていいと思います。どうしてもお勤め人で給料をもらうって発想で年収1000万とか考えると、これはね、難しいです。すごく難しいんですけども、そうではなくて、自分で商品やサービスを提供して年収1000万はむちゃくちゃ楽ですよ。これね、その発想を変えたらどういうことか分かります？これは。だって月間80万ぐらいですからね、年収1000万って。80万は稼げますよ、それは。それね、本当にね、勤め人の感覚をなくせば、どれだけそれがね、シンプルなことかって分かりますよ。ちょっと話がずれちゃったんですけども、3年でね、1億円っていうのを稼ぐ方法がもしあるとしたら、これはネットビジネス以外の選択肢はないなと思ったんですよね。なんか他にありますかね。勤め人っていう選択肢ありますよ。勤め人で3年間で1億ってのはあると思いますよ。ただ、勤め人で3年間で1億ってもう完全にトレーダーとかね、証券会社に入るとか、あんな感じじゃないですか。いやー、そっちの道は私は考えられなかったなと思うんですよね。で、あと、1億円じゃなくてもいいんですよ。自分が食うに困らないぐらい稼ごうと思ったら、例えば月に30万とかね、40万とかだったら、本当にお茶の子さいさいと言ってもいいぐらいです。これ私がじゃないですよ。私が簡単だってことじゃないですよ。この動画見てる方はできるんですよ。いや、そんなとか思うでしょ。思った方は平凡な方ですよ。だからできます。できるんですよ。私は平凡じゃないです。私は上級者です、ビジネスの。で、私、ビジネスの上級者から見て、できるっていうものと、ビジネスの普通の人、普通の平凡の人ができないって思うもの、どっちが答えに近いと思います？プロができると思ったもの、ね。平凡な人、いわゆる素人ができないと思ったもの。どっちでしょうね。どっちでしょうね。例えばね、松井一郎みたいなのがいますよね。プロ野球で。で、一郎選手が、野球少年にね、お前将来プロ野球の選手になれるよ。これだけで、本当になれるよって言ったら、いや、なれませんって思いますかね。なれませんって、そこまでもう、そんな上級者になれると言われたのに、なれないと自分が否定するんだって、それはね、なれないですよ。多分ね、せっかくネットビジネスの門を叩いて、私は吉田さんのところ来るのに、やらない人って、もう信じてないんですよね。信用してないんですよ。塾に入るまでは信用してるけども、入ったら信用しなくなるんですよ。本当はね、入ってからもっともっと信頼してついてこないといけないんですよ。ですので、前回の動画でもあったように、詐欺師はどこにいるって。詐欺師はお前の中にいるんだみたいな感じですよね。で、なんと言いますかね、本当私は悔しいですね。心を込めて、ついてきてくださってる方に最高の教育を施しても消えていくっていうのはすごく寂しいです。私がね、もうね、教えるんじゃなかったと思いますね。もったいないような気がします。こんなに無駄遣いしてもらうと。でも頑張ってらっしゃる方はね、全然何とも思ってないですけども、離脱する人にはね、本当にもったいないですよ。
私がね、かけてた時間ももったいないけど、そういう人の人生がもったいないですよ。なんかね、理想が高いんでしょうね、きっとね、多くの方は。このぐらいやったらできるだろうとか、このぐらいやったら手応えあるだろうと思っちゃうんですけども、そんなことじゃないんですよ。もうね、あれです、3年棒に振る覚悟でやれば、棒に振らないんですよ。でも実際やらないんですよね。孫正義さんが物理的に誰よりも私は勉強したって言いますけども、私も物理的にこの何年だったかな、40歳から43歳までの間っていうのは物理的に誰以上にネットビジネスにぶち込みましたね。それは一気に上り詰めますよ、全部ぶち込んだら。でぶち込みすぎて他のもの何もなくなりましたからね。いいわけなんですよ、両立なんて不可能なんで、素人ですからね最初はね。今は両立できますよ、今は上級者なんであらゆるものを両立しますけども、最初はビジネスの素人だったんで、ネットビジネスに両立できるわけないんですよ。だからネットビジネスで力を得るのと同時に、もう魂をね売ったと言いますかね、その他のものはどうなっても構わないと思ってました。それこそ人間関係、会社、収入、健康、これ全部壊してネットビジネスのプロになろうと思ったわけですよ。そこまで腹がくくれていればネットビジネスの門を叩けばいいと思うんですよ。でもそうじゃないんですよね。こっちの方もなんとなくやりながら、自分の暮らしをほとんど壊さないようにして、プラスアルファで空いた時間で隙間時間でネットビジネスとか考えてるわけなんですよね。プロになったら隙間時間でネットビジネスで儲けることができます。でも最初入門して1年目とか2年目とかは無理ですよね。それ以外のことをやったら失敗するというぐらいの勢いでやらないと、時代も進んで今はね参入者多いわけですよ。もともと賢い人が参入してきたり、もともとビジネスで結果出てる人が参入してくるんで、有名な方とかね。それはね、平凡な人、平凡って思ってるね、もし方がいるとしたら、あなたがね、自分は平凡だと思ってるんだったら、それはもう勝てないですよ。そんななんか適当なところで息継ぎしたりとか休憩したりとか、自分にご褒美やってる人は勝てない、勝てない。全然そんな世界じゃないです。私が40歳で始めた時は2013年、その時も平凡な人が勝てるフィールドは残されていたとは言ってもですね、でも平凡な人が常軌を逸した行動しないと、やっぱ勝ち上げれないようなね、そんなところでした。今は常軌を逸した行動以上のものが求められると思います。でもね、そんなにね、果てしないことをやれってわけじゃないんですよ。まあ、例えば YouTube に関したら、まあいいから1万本撮ってみろって話なんですよ。まあ1000本でもいいですけどね。1000本撮ってみろって話なんですよ。そしたらね、いろんなものが見えてきます。いろんな人との出会いがあります。その財産をもとに次の1000本行くわけですよ。まあね、私のお話することはそんな感じかなと思います。結局だからこうなりたいって方向に向かっていかないといけないんですよ、ね、ネットビジネスでこうなりたいとか、自分の副収入を得たいとか、稼ぎを確定させたいとかね、副収入を得たいとか思うわけじゃないですか。思ったらそっちの方に行かないといけないのに、そっちの方に行きつつ途中でどっかに行っちゃうわけでしょ。あれ行かないですよね、全然。やめて叶うものってないと思いますよ。やめないから叶うわけなんですよね。今日の結論でございます。